それではご紹介いたします。谷重介さんです。おはようございます。おはようございます。今日地味ですね。ずいぶん地味そうですか。かっこいいです。かっこいいよろしくお願いいたします。はい、もう行っていいですか。あ、いいです。いいですか、はい、ありがとうございます。今やソロバン名人という。ソロバン名人を僕が。とんでもないですよ。もうソロバン名人ってどういうことかなと皆さん見ていただくあれですけど、ソロバンで演奏するっていうことだと。あ、ソロバンの何級持ってるとかそういうことじゃないんですか。僕ソロバン何級も何も頭悪いんでダメなんですけどソロバン持って、あの僕谷なんで、あのトニー谷さんの。あ、 昔の、はい、そういうことですか。トニー谷さんってあの昔サイダンスマンボとかって、はい、あのソロバンでこう演奏しながら歌うっていうのを、今度やらなきゃいけなくなってですね。あら、それはどういうことですか。誰かにお願いされたんですか。誰かにお願いされたんですよ。あら、今ちょっとね猛特訓中なんですが、名人じゃないですよ。でも今日ここでそれをご披露していただける。いいんですか。披露できますかね。いや、分かりません。ソロバンがでも今ないですからね。これがですね、あの演奏用のソロバンって言いましてね。演奏用のソロバン。演奏用のソロバンって言いまして、計算用のソロバンじゃないんですか演奏用。あの演奏するので、弾きが良くないといけないし、このラクド玉っていう玉がすごく音がいいんですね。あ、そういうことなんですね。時々木の玉とかあるんですけど、それは音が悪いんで、この方がちょっとやってみていいですか。よろしくお願いいたします。じゃあすいません。恋をするのも家庭の事情、なんだかんだと今更どうも、あの子この子もレターの山に悩むハンサム、ちょいとつらいザンスねえ最残暑ねえはザンスザンス最残暑、あたしはあなたにアイブラユーはいいよ。ありがとうございました。いや素晴らしい。あ、ちょっとだけっていうか、どれだけちょっとかなと思ったら結構長かったですね。すみません、2分30秒やりました。本当にすみませんでした。それ一つのパッケージというかね、あれなんですよね。そうなんですよ。うわ、すごいですね。これもう本当練習しました、俺。豆ができましたね。やりすぎて。やりすぎて、あら、でお風呂場で練習してたらお風呂の中にあの入っちゃったりとか。ソロバンが。ソロバンが。あら、大変。そして玉を一つ一つ磨かなきゃいけないんで。そうでしょうね。そうなんですね。磨けば磨くほどいい音が出るんですよ。玉って本当に。あら、知らなかったですね。だから玉かなと思ったんですよ。ここで今回の新曲は杖という。この杖ですか。そうなんです。まさにですね、そうなんですけど、人と人との支えっていうものが必要だということで、僕は憧れの大先輩、吉幾三先輩に今回作品をいただきました。うわ、作詞作曲ですか。そうなんですよ。うわ、すごい。もう夢のようなんですけど、このきっかけもですね、実は昨年吉井先輩が芸道50周年を迎えられた記念で、トリビュートアルバムを発売された時に、僕ら徳間の歌い手さんがみんな集まって、吉井先輩のいろんなヒット曲を歌おうということで、それがアルバムになったんですね。でそれきっかけにお付き合いさせていただいたんですけど、昨年の12月に母が、僕広島に来ていた母が亡くなりまして、その時に家族葬で見送ったんですが、一番に吉先輩からお花が届いておりまして、それ見てもう家族でびっくりしてですね、感動してもうなんとかお礼言わなきゃと思ってた時に、後日仙台でコンサートでご一緒させていただいた時に、吉先輩に挨拶行って、母のそのお花のお礼を言わなきゃと思った時に、吉先輩の方から楽屋に入ってきて、谷どこにいる、母ちゃんお前亡くなったって、お前寂しいなっつって、もうとにかく俺たち頑張っていこうなっていうことで抱擁してくださったんですよ。でそれで僕も泣いてですね、でそれがまあきっかけで、今回の谷の新曲はこの杖でいこうということで、吉先輩が選んでくださいました。思いが詰まってるんですね。だからね、こう杖って本当にこういい一文字だなと思ってですね。じゃあここで谷さんに新曲を歌っていただきましょう。はい、杖です。どうぞ。
あなたが支えてくれた涙真心母なる杖よ。無理な生き方するなよと、その身案じて待ってるからと。俺もこの手を握り返して背中支える杖を見た。男同士の夜中の酒に胸を疲れた親父の杖よ。後ろ振り向くことはない、決めた道ならゆっくり進め。よったその目によったその目に、いずれ支える杖ご紹介しますのは川野夏実ちゃんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、最近高知のトマトをお食べになられた。はい、嬉しい。高知でトマトをいただいて、そこからトマトが大好きになったんですよ。それまでちょっとこう苦手なと言いますか、ちょっと食わず嫌いなイメージだったんですけど、あ、そうなんですね。こんなに美味しいものがあったんだと。美味しいんですよ。思いました。フルーツトマトよね。フルーツトマト美味しいですよね。やっぱり糖度が高いですから、本当にあのフルーツみたいに食べていただける、はい、あれは1年中食べれますか。今あのハウス栽培とかもありますからね、1年中食べれるんですけども、はい、ジュースになってるのとかもありますし。あ、ありますね。最近生のフルーツトマトあまり食べてないですね。確かにそうですね。この番組見たら届くかもしれません。いや、どうでしょうかね。ということで、野菜を食べるようにしてるんですね。そうですね。特にこの今年の夏すごく暑かったので、うん、何かこう夏バテ対策ではないですけれども栄養を取ろうと思いまして、うん、はい、お野菜も、あの、もともとそんなにお野菜得意じゃなかったんですけど、あ、そうなんですね、食べるようにしましたら、あ、お野菜って本当にこんなに美味しかったんだなって思うようになりまして、栄養を取ったりですとか、あとファンの方になんかすごく綺麗な箱に入ったトマトをプレゼントしていただきまして、はい、写真があるようですよ。あ、はい、ちょっとご覧いただけますか。これはもう宝石のように見るからに高級な感じしますよ。はい、ちょっともう普通じゃない感じの食感がしました。 なんかサクッというかシャリッと言いますか、大変美味しい。え、それはこれはあの高知のそのこれはどこのかわからないんですけど、ごめんなさい、ちょっとあの先に食べちゃったんでわかんなくなっちゃったんですけど、ね、まあ、でもね、これ一個ずつこういう風に入ってるってことはちょっとなかなか高級な感じですよね。宝石箱みたいな感じ。これは、あ、これはですね、新潟でいただいたシルクスイートという品種の焼き芋なんですけど、これもすごく美味しくて、ここから、はい、新潟に行った時にこのお世話になった大野さんというお店さんが作られている
あのお芋だったんですけど、ここからは焼き芋にはまりまして、あらららららスーパーでシルクスイートを見るとつい買ってしまうというそれだけ甘いってことですか。甘いです、もう本当にスイートの名の通り。あ、これはイチジクですね。これはイチジク大好きなんですよね。いいですね。イチジク、その生のイチジクってちょっとあのお高いというか。そうですね。なのであのセールって書いてあるとこれもつい買ってしまうという。なるほど。セールとか割引とか、割引とかあの何時を過ぎると30%オフとかいうシールがですね、そうそうそう、輝いて見えます、ね、新曲を伺いたいと思います、はい、今回の新曲は、はい、裏窓の猫というタイトルです。お、はい、なんか意味深な感じがしますね。そうですね。どういう感じの。これはあの別れ際にはちょっとこう強がって見せて、こうすがったり寂しいなんていうことは口に出せなかった女性なんですけれども、本当は心の奥では寂しかったり会いたかったりするんだけれども、その寂しい思いを裏窓で待っている猫に例えて、ちょっと綺麗なドラマに描いていただきました。なんかタイトルだけでもちょっとね、素敵ですね、はい、どうぞ皆様本当に。あ、お知らせがあるんですよね。はい、ありがとうございます。そうはい、11月18日、亀有リリオホールでクラウンミュージックフェスティバル2023年という、イベントが開催されまして、そちらに私も出演をさせていただきます。はい、瀬川英子先輩、戸場一郎先輩、はじめクラウンミュージック同じ事務所の皆さんと賑やかに盛り上がってまいります。18日ですね、はい、ぜひ来てください。はい、どうぞおいでください。はい、それでは新曲の方をどうぞお願いいたします。はい、裏窓の猫です。どうぞ。抱きしめられて全てを捧げ、愛したことに悔いなどないの、いいのいいのよ気づかないで、気で今最後演じてみたい。けど心の裏窓にあなたを待ってる猫がいる。夜中眠らずあなたを探す、見つけて欲しくて別れが間近、素肌の奥で感じていたの、誰か泣かせるこの恋だから、壊れる明日に怯えていたわ。だけど心の裏窓にあなたを信じた猫がいる。冬の日だまりあなたを探す、帰ってきてよと Yeah.